愛の不時着感は絶対食べたいと思います、はい、もう1階から6階までもう全て図書館、うん、よろしくお願いします。あかり不動産の土屋と申します。よろしくお願いします。お願いします。めちゃめちゃおしゃれなオフィスに今日はやってまいりましたけれども、はい、初めてお伺いする不動産屋さんなので、はい、どんな会社か教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、南林間駅で、うん、今年で17年目なんですが、はい、地元だったりとか、うんうん、知り合いの方からまたつながってつながってっていうのもすごく輪が広くて、気づいたら17年なんか皆さんに支えられながらやっている会社で、和気あいあいと、はい、なんかね、さっき撮影外でお話ししましたけど、はい、なんかこう自由になんかお仕事されてるって話だったんで、とても理解がしてくださる、うんうん、自由な社長代表の方なので、社長さんなので人情派不動産って、はい、言ってます。はい、ありがとうございます。はい、そんなね、あかり不動産さんと今回は大和市のおすすめスポットランキング、はい、トップ5を教えてくださいということで一般の方にアンケート取ってますので、はい、今回は土屋さんが思う大和市のおすすめのスポットを5つ教えていただきたいなと、はい、で比較ができたら面白いかなと思っております。はい、ということなので、ですね、こちらよいしょ、ホワイトボードですね、はい、お出ししますので、はい、よいしょ。ちなみに土屋さんは大和市に住まれたことは、二十歳の時から今まで南臨海駅なのでもう15年、すごい、はい、高校とかも大和だったので、はい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 、はい、青春は大和市です。青春ほぼ大和市で、はい、大和市ってそのエリアとしてはどの辺にこうあるイメージですか。あの相模原市とか広くって神奈川県で有名だと思うんですけど、うんうん、と湘南エリア、はい、南の本当間というか、はいはいはい、一番、まあ、確かにどこって言われるとっていう市ではあるかもしれないです、うん、確かに、はい、ちょっと湘南とかっていうほど分かりやすくもないので、うんうん、聞きなじみもね、あんまりこう都内の人からするとないイメージがありますけれども ね、はい、路線はあの出ようとしての終着駅、始発駅なので、はい、中央臨海駅、中央臨海駅ですね。なので都内の方も、うん、あの電子版とかで中央臨海駅っていうのは、それは見たことありますね。すごい見たことあると思いますあの4文字だけはめちゃくちゃ見たことありますね、はい土屋さんが思うですね、大和市おすすめスポットランキングトップ5こちらでございます。どどん、はい、どどん、なんで上に隙間開けたんですかランキングって書こうと思ったんですけど、はい、動画を意識していただいて、はい、ありがとうございます。5位か1位までですね、なんと僕が全然知らない場所ばっかりなのでですね、はい、今回ためになる動画になるかなと思っております。で5位から順番にいきましょうか。はい、5位が、大和市の中心部にある引地台公園、はい、とそこにある温水プールなんですけど、はい、スポーツができるアリーナ、はい、あのシニアのグループだったりとかが野球試合とかをやっている球場があったりとか、うんうん、大和市で一番大きいお祭りが、はい、あの市民祭りが5月にあるんですけど、うんうん、それもやっていて、もう本当に多分みんな大和市中の人がその日は集まってるんじゃないかっていう公園です。で温水プールも300円、うん、400円と大人入れて、うんうん、子供は100円とかで入れるので、はい、で中もただのプールじゃなくてちゃんともう流れるプールとウォータースライダーと広いプールなので小学生とか中学生とか行ってます。はい、全然聞いたことないって言ったんですけど、はい、アスレチックもですね、確か近くにあった気がするんです。やっぱそうですよね、はい、あ、そのアスレチックにですね、めちゃくちゃおじいちゃんと一緒に行った気がありました。はい、道路挟んで、そうですそうです、もうなんか全体がすごい広いので、ね、でもしかしたらなんですけど軍事施設みたいなのあったあります、基地も。すごい、はい、なんてこうアハ体験というか、はい、記憶が今蘇ってきました。合ってると思います。合ってますね、いい場所ですね、はい、ありがとうございます。じゃあ第4位ですね。はい、第4位が、ポラリス。ポラリス、はい、中央林間の駅にあるんですけど、はい、線路沿いにあって、うん、勉強するスペースだったりとか、はい、ダンスとかが練習できるスタジオだったりとか、あと赤ちゃんを遊ばせて保育士さんがいるプレールームがあったりとかして、はいはい、うん、外にはもう大型の遊具があって、はい、ちゃんと囲われているので、うん、で下もちょっとふわふわな感じでこう、うんうん、遊びやすい、うんうん、綺麗な施設です。複合施設みたいな感じですかね。そうです、はい、2階はあの体育館みたいになっていて、うんうんうん、ママさんバレエだったりとかそういうのができる。なるほどなるほど、貸し出したりする施設ですかね。あ、そうです、はい、教室を開きたいけど、うん、場所がないっていう方がこうレンタルで借りて、うん、生徒集めてやったりとか、
か育児の相談をしたりだったりとか、うん、まあ、ハイハイさせながら、うん、他のママさんと交流したりとかっていうところがあります。ママ友が増えるかもしれない場所ですね、はい、子育て世代の方なんかにはなかなかおすすめの場所ですね、はいはい、ありがとうございます。じゃあ3位いきましょう。はい、大和ゆとりの森です。鳥の森、はい、ここは本当に有名な公園で、うん、神奈川県のスポットの雑誌だったりとかにも載ってるぐらい、うん、本当に広い公園で、あのサッカーとかができるコートが何個もあったりとか、はいはい、散歩できる川沿 池沿いとかもあったりとか、はいはい、厚木基地が隣にあるので、うん、飛行機が本当に真上に来るんです、ね、そのイメージありますね、はい、この辺のイメージ、はい、飛行機すごいうるさいんです。もう触れそうなぐらい近い、はい、近いです。なのであの住んでる方慣れてるんですけど結構ボーンされてる、うんうんうん、あの物件多いです。あ、そうですね、はい、ではじゃあ2位に行きましょう。第2位お願いします、はい、2位は大和オークシティです。大和オークシティ、イトーヨーカドーとイオンがつながっている複合施設、完璧な施設です、はい、イオンとヨーカドーつながっている、はい、なのでここは本当にみんないますまあ、あの銀行の ATM があったりとか、はい、まあ、飲食もそうですし、うんうんうん、あの習い事の施設も結構あったりとか、うんうん、歯医者さんとかもあるので、うんうん、もう車でずっと入れるっていう、はい、基本的に生活のもの全てが大体ここで揃うみたいな。そうですね、私はそう、あの大和オークシティの、うん、イトーヨーカドーのフードコートの中に、うん、はい、オリーブチキンっていうあの、はい、チキン屋さんがあって、オリーブチキンっていうお店の名前。そうです、はい、韓国ドラマの愛の不時着に出てきた、はい、オリーブチキンなんですけど、それが神奈川には3軒ぐらいしかないのに、はい、大和にあるんですよ。オークシティなので愛の不時着ファンは絶対食べたいと思います、はい、聖地巡礼まで行かないですけど、はい、あれですね、食事のね、はい、ありがとうございます、はい、では第1位ですね。シリウスです。シリウス、もう1階から6階まで、うん、もう全て図書館っていうか本があって、入るとこう吹き抜けになってて、うんうんうん、本当に未来型図書館っていうかで1階にあのスターバックスが入ってるんですけど、うん、コーヒー買ってどこでも館内であれば読書ができたりとか、うん、あの有料の席もあるので、うんうん、200円とかで払って、うん、もう静かにいい席で読んだりとかができる、はい、この時期なんかね、涼しいからいいと思います、はい、図書館のイメージが、ね、はい、ちょっと東京っぽいみたいな、うんうん、感じの図書館、漫画の世界のイメージですね、はい、はい、ここなんだろうとか、そうです、借りた本を、うん、あの返す時のポストがこう各駅とかいろんな場所にあるので、うん、それこそこのオークシティとかにもあるし、スタヤみたいな感覚で、そうです、なので借りても返すのも楽なんです、はい、ということで、かなりね、子供預けながらもともと喋ったりお食事したりとかっていう場所が5位から1位までね、盛りだくさんで入っております、はい、が一般の方がこの順位でね、はい、を出しているかというとそうではないと思いますので、はい、一般の方のアンケートのね、5位から1位も一緒に発表していきたいと思います、はいはい、なんと5位大和オークシティでございます。入ってました。入ってるけど、はい、低い、低いですね、はい、まあ、でも多分なかなかもう当たり前すぎてもしかしたら5位なのかもしれないってところなんですけれども、店舗の規模がすごい大きいっていうのと、はい、まあ、車も止めやすく、はい、よそから来ても困らないですよっていう人、はい、あとはまあ女性からですけれども、まあ、大体何でも手に入るよというところで、うん、まあ、本当に便利なのがここが一番便利だよっていうところですかね、はい、で4位がですね、はい、シリウス。え、なんとか順番後ろから来た上の方に来たところだね。はい、シリウスですね、はい、まあ、本の種類が本当に多くて、はい、まあ、レイアウトとかね、空間が広い、はい、喫茶店もあって気分が和むスポットですというところで、これ75歳の男性の方が言ってますので、はい、ご高齢の方でも楽しめる、はい、で日本一の図書館だからと書いてあるんですけども、はい、これ日本一の図書館なんか、日本一の来場者数みたいです。なるほど、はい、で第3位ですね、大和ゆとりの森ということで、あ、一緒、一緒にでも3位、ここで3位がいい、はい、はい、ドンピシャで入ってきました。自然たくさん残っており、まあ、子供と行くには無料だし結構喜ぶということで、はい、無料なんですねこれ。そうです、あの駐車場が確か100円とか1時間かかるんですけど、うん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 、あと広くて大きなトランポリン遊具があるからと。あ、あります、はい、ふわふわドームですね、白いドーム、あ、ふわふわドームって名前の。そうです、一応あの係の方がいて安全に使えるので、はい、あ、なるほど、はい、時間とか決めてこう回してくれたりとかするので、と、うんうん、いうことでゆとりの森が第3位ということで、はいはい、
第2位、泉の森です。泉の森、はい、はい、これ僕もね、泉の森は聞いたことありました、はいはい、で自然豊かで、まあ、街中でありながらバーベキューとかも楽しめるよと、はい、豊かな水と森、古民家等があって日本の原風景という感じがして懐かしい気分になれますよと、はい、はい、ということで第1位ですね、はい、第1位、ふれあいの森。ふれあいの森、はい、ふれあいの森、はい、ふれあいの森っていうエリアなのかな、これは。ウォーキングができて健康にもいい、まあ、大和駅から徒歩10分程度で行ける、まあ、売店があったりバーベキュー広場があったり、はい、四季折々の花とか野鳥が楽しめますよっていう、はい、多分その一帯の多分施設の森の中じゃないのかな、どこ、うん、なんかそんなイメージが僕あるんですけど、はいはい、多分そうだ気がします、うんうんうん、はい、ふれあいの森ということで、まあ、ほぼほぼこの多分2位と1位はイメージが多分一緒なんでしょうね、うん、はい、家族連れの方とか子育て世代の方とかは、まあ、シリウスだったり多くしても含めですけれども、はい、そういうところで時間がね、潰せますよっていうのと、まあ、遊び場として泉の森だったりとか、はい、ふれあいの森、その辺がまあ入ってくるのかなというところでございます、はい、まあ、ちょっと少数の意見としてあったのが、うまいよゆうちゃんラーメン。あー、ゆうちゃんラーメン、はい、有名です。私行ったことないんですけど、はい、すごい気になってて、この間テレビでもそのラーメン巡る企画とかよくあると思うんですけど、はい、それにも出てました。あ、そうなんですね、はい、もしかしたらすする君とかやってるかもしれないです、はい、あとね、シャルボン。シャルボン、これはですね、食用の炭を使った黒いフライとかハンバーグがとても美味しいです。ちょっと難しい、多分ハンバーグ屋さんなのかな、あの食事屋さんだと思いますね。あとは、レベルの高い洋菓子が買えるですね、メゾンジプレーという場所。あ、はい、あ、ご存知ですか。はい、あ、なんかちょっと少数意見ですけど土屋さん知ってるとホッとしますね、はい、そこは、はい、結構並んでます。あ、有名店なんですね。有名です、はい、ということなので5位から1位まで入ってないとこにも、あの地元の人ぞ知るお店みたいなのが結構ねあったりするんで、行ってみていただければなと思います。はい、ということで、アカリ不動産さんの PR 情報。アカリ不動産は、うん、大和市全体で物件探しを得意としております。仲介と、まあ、あとはそのアパートとかの管理物件も、うん、あのやっておりますので、うん、まあ、大家さんも常に募集しております、うん、はいはい、何時でも相談を受けられるっていうのを掲げてますので。何時でもですか。はい、24時間大丈夫ですか、はい、本当に。なのでこう気軽にどんなことでも相談しやすい不動産屋を目指しています。かなりね、本当僕も今日来てすごいこうおしゃれな雰囲気で、和やかに、ブラック企業じゃない感じのね、はい、いいホワイトな感じが。インテリアとかも結構得意なので、はい、そうなんですね、そういうなんかこうお店とかやる方のこう内装の相談だったりとか、うんうん、そういうのも受け付けてます。はい、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 ということでちょっとね、今日長々とですけども、はい、お時間いただきまして、ランキング発表いただきました、はい、もう一本ね、この後動画撮らせていただくので、はい、次の動画もぜひご視聴いただければと思います、はい、ということで今日は土屋さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。